おはようございます。おはようございます。新井さん、それはどうされたんですか？物もらいだと思います、多分。はい、お大事に。ありがとうございます。ディーンの、上縁といするモデルですね。上縁といするハイブリッド。上縁といするハイブリッドですね、はい、そのな。まあ、要はフェンダーバードのイメージで作られたモデルだと思います。はい。はい、フェンダーバードの。はい。僕が上縁といするが大好きなので、ちょっと紹介したいんですけど、まあご本人亡くなられてから出たモデルそうっすなので、まあ実際使ってはいませんけど、まあかっこよろしいというわけでちょっと紹介をさせていただきたくて、ここにもちゃんとヘッドにもサインが入ってますね。入ってますね、はい、スパイダーマークも入ってますし。なんで入ってるんですかね。ボリス・ザ・スパイダーです。素晴らしいですね。本人使ってないですけどね、生きたら使ってるんじゃないかなと思いますよ。あ、はい、まあ、バザードしかり、いろんな変なモデル使ってる方でしたからね。はい、まあ、イコライザーついてて、まあ、アクティブで EMG2 発乗ってまして、ですごいハイフレットまですごい使いやすいカッターウェイになってます。この辺の作りはいいですね。はい、はい、これもですね、ちゃんとこういう風にポコポコって開けると穴が開いてまして、すごいですね。ヒールレース処理もされております。いい感じです。でちゃんとヘッドの方にも、メイドインインドネシアと、はい、入っておりますですが、またこれ意外と普通の使いやすい音してるので、まああの個性的なものが欲しくて、ちょっとまあ、風やりたいなっていうよりはもう完全に個性的なものをやりたい方に向けてご紹介いたします。ここもなんかねちょっと尖ってたりとかしてちょっとかっこよろしいですよね。意外と手込んでるやつですね。込んでますね、はい、それででも値段がしかも、なんと10万円切ってるんですよね、はい、定価がですね115,500円、これまあ、あの店頭販売価格で8万800円になっております。8万800円で上縁と一するモデルが買える。はい、買います、ね、バザードはすごく高かったですね。高かったですね、まあ、毎回これはトップ材とかで話題になる箱物ですね。はい、まあ、何材使ってんだっていうなんかいつも、まあ、出るような話ですけれど、これヤマハですね。ヤマハです。これはヤマハです。 AE11 というモデルになりますね。生産開始が1967年になります。で、そこから4年ぐらいですね、71年ぐらいまで作られた、機種になっております。まあ要は箱物です。でもナチュラルっていいっすね。はい、一応その AE11 に関してはカラーはサンバーストとナチュラルの、2ラインナップになっておりました当時。まあもうご覧の通り、ハンバッキングピックアップ2発の、まあ、やや不可能の。アーチ結構綺麗ですよね。アーチが綺麗ですね。ヤマハの技術ですね、これね。調整しましたけど、結構調整しやすい板でした。はい。はい、まあ、当時からヤマハさんは、いい楽器作りますね。ヤマハクオリティ。はい。一応まあ慎重に行くとまあバックサイドメイプルですね。慎重に行くと。はい、で、あんまり言いたくないですねこのトップ材とかはね。まあそうなのスプルスだと思うんですけど。一応カタログで書いてあるんですよね。これね。データベースに。表記ないです。あ、なかったんだ。はい。この辺の年式のやつは。あんまり表記ないです、いつも。ただまあ見た感じスプルースっぽい感じになってますから。ヤマハさん独特の材料が多いですからね、そうですね、なんかもう度肝を抜かされますからね。聞いたことないよっていうのがいっぱい使ってますよね、はい、でもさすがはヤマハさん、すごく音も良かった、まあ、あの箱の作りももうね、まああのまあ、よく言えば樹脂ですね。はい、まあ、悪く言えばプラスチックです。なるほど。はい、でも、まあ、でも、皮でしょ、これ。
これ革ですよ、ここ、ね、まあほら、あのいつも SA50 とかもそうですけど、結構ここ凝ってますね、凝って作るんですよね。はい、素晴らしい。このお値段はぜひとも買っていただきたい。こちらがですね、5万9800円になっております。安いですね。定価当時7万円の楽器です。あの60年代後半の7万円なんで結構高級かなと。高いですね。そうですね。一応こんなのもありますんでよろしくお願いします。フェンダーテレキャスターカスタムの74年ですね、サンバーストの商品になってます。でリフレットもしてありますし、ナット交換もしてあって、非常に使いやすい商品になっております。でサンバーストカラーなのでアルダーボディで、ポットのデーティングも74年でしたね確か。でアルダーボディなので非常に軽量ですね。まあ非常にといってもこの年代においては軽量って形ですね。だいたい4キロ切るぐらいですね。 3.8 とかのものかな多分。これは一応3ウェイブリッジの、仕様になってます。まあ6ウェイのブリッジもあるんですけどね。でカッティングとかで非常によろしい感じの音色がします。ハンバッカーとシングルなんでどうしてもボリュームバランスがリアとフロントで変わるんですけど、それもまた良しということで、はい、センターポジションにしてみるとすごいいい音色がしたりとかするので、まあいろいろと使い勝手はよろしいんではないかと思われます。で、ヘッドはやっぱりラッカーかかってるのでちょっと応変しちゃってまして、雰囲気が非常によろしくなっております。ちゃんとテレキャスターカスタムって入ってますしね。ここだけでどうしてもラッカー塗るので応変するんですよ。基本はポリなので。でまあボディパックもやっぱプレイウェアがバックルウェアがあったりとか結構使われてはいますが、非常にいい雰囲気を持っております。まあ、この頃の楽器としてはこのハンバッカーを持ったテレキャスターは非常にレベルが高い音色をしますので、非常に使えるのではないかと思われます。まあ、雰囲気もありますし、おすすめでございます。27万8千円でいい音色を手に入れてください。よろしくお願いします。はい、ナショナルでございます。ビザール界の U ナショナルでございます。ビザールじゃないですナショナルは、はい、ビザールを生み出す工場でおなじみのバルコ工場で生産されるナショナル、この、まあ、マップシェイプの、どうですかこのキングオブビザールというようなルックスでございますね。レゾグラスいいな。はい、まあ特徴としてはマグネットのピックアップと、ざっくり、ここにピエソのピックアップがざっくり、はい、埋め込まれているので、まあ 2way のサウンドはお楽しみいただけると。でその辺の、スイッチの切り替えですね、こっちのボリュームだったりこっちのボリュームだったりとか、マスターとか、まあそういうような感じで、まあこの辺はまあざっくりで大丈夫だと思うんですけれど、ボディパカッて開くんですね。はい、これは重要なのがですね、まず一つこの、材質ですね。まあ、繊維を練り合わせて、まあ、レゾグラスって当時言われてるものですけれど、まあ、バカッと開けると中その繊維のグニョグニョってなってるのがすごくわかるんですけれど、これ開けると結構戻すの大変なんで今は開けないですけれど、こうパカッと、ここ今ゴムのところでカバーしてありますけれど、ここが切れ目なんですよ。でボルトをですね、この辺のちょこちょこっと外していくと、まあ、裏側のこの、ここを境に、バック材っていうんですかね。バック材っていうんですかね。まあ、パカッと開きます。でそうすると、まあ、中にこう、いろいろ配線とか入ってるんですけれど、で、多少その、まあ、このブリッジの下とかちょっとかますぐらいの木材が入ってたりとかはするんですけれど、で基本的になんか空洞に近いというか、まあ空洞なんですけれど、
防水性がありそうですよね。防水性ありますね。はい、多分そんなに、まあ、木でもないので、そんなに多分影響はないと思うんで。あの、ペグのノブが可愛いですね。そうですね。こうなんか特徴的ですよね。キーストーンの白プラスチック。で、まあこういう、こう、ちょっとプレート製のシリアルを、こう、打ち込んだったりとか。これナショナルバルブの特徴ですよね。あ、これまあ、まあこの辺だけ見ると、そんなにビザールっぽくは。いや、ビザールじゃないんで。ビザールじゃないんですかね。いや、だって普通に言うとしますもん。まあいい音しますよ、確かに。まあこだわりもある。まあちょっと、バインディング周りがですね、まあ、この年代の特徴ですけれど、かなりあのこういうふうに劣化はしてくるんで、まあうまくあの補修はしてあるんで、あの現状急にあの壊れたりじゃないと思うんですけれど、まあしょうがないですね。これ経年変化なんで、逆にないとちょっと嘘ですよね。ちょっとオリジナルケースが欠品しちゃってんですよね。オリジナルケースは欠品しておりますね。ちょっと、まああの辺もまあ捨てちゃったりとかするんでしょうね。実際グレッチと同じメーカーの、ね、グレッチとそうですね、あの外張りのカーボングレッチと同じようなあのやつになってるんですけど、ね、ヒカゴつながりですかね。はい、19万8000円になっております。こちらストラトです。もう見たままですね。これでもレアっすよね。これレアですね。黒ローズです。70年製。あのデイティングは基本的に中もまあボディ、ネックも70年で統一されてるんで、まあマウオーコットの木70年製になっております。で、まあ特徴的なあのこの70年代の黒ですね。下地の白はこの辺はもうなく、でちょっとまあ映像だと見づらいかもしれないですけど、ちょっとこの緑がかってくるんですよね。結構テレキャスターカスタムなんかの黒なんかでもかなり緑になってるのとかありますけれど、これもまあ若干ちょっと全体的に緑がかった感じになっております。で、バーザイミング見ていただきたいんですが、まあフェンダーカスタムショップなんかではかなりこうすごいセットバーザイミング結構使われますけど、これはもう当時のオリジナルのメイプル材でバー材が出てると。サウンドはですね、典型的な69年って感じですね。ちょっとこう暴れるようなゲインという、まあラージヘッドの、まあ、この辺のストラトを好きな方にはドンズバなサウンドかなと。こちらがなんと89万8000円。100万切ってます。切ってます。これ黒ですからね。オリジナルですからね。はい、かなりいいんじゃないでしょうか。まあ問い合わせももう随分殺到しておりますので、多分アップする頃には売れちゃってわかんないですけど、もし残ってたらダッシュでお問い合わせください。まあいろいろ入ってます。この他にもお店に来ていただければいろいろ見れますし、ナメコも育てられますので、はい、レアナメコです、はい、はい、ぜひとも店頭の方に遊びに来ていただいてですね、まあ、ギターを見つつ、まあ、ギターのトークを僕らと繰り広げつつ、ナメコを育てつつ、違う話でもね、ぜひとも皆さん来ていただきたい。そんなわけで来週もよろしくお願いします。来月か、来月もお願いします。お願いします。